どうも、小杖です。今日はミラーパウダーを使って和柄のネイルを作っていきます。地爪にはベースコートを塗ってから作業します。ではスタート。親指にダイソーのアイボリーを2回塗ります。2回塗りました。キャンドゥのダークレッド。テーブルにブルタックをつけてキャップを置いてお花を描いていきます。目印になるように真ん中に点を置きました。輪郭だけ描いていきます。輪郭を描き終えたらブラシで塗ります。これ最初から細筆じゃなくてブラシで描けたかもしらん。2回塗ります。ダイソーのピンクベージュ。今度はこれで桜を描いていきます。これはさすがに細筆じゃないと無理ね。あ、これは2回塗らなくても良いかも。余分なミラーパウダーが取れやすいようにマットコートを塗ります。さらに余分なミラーパウダーが取れやすいようにエタノールで拭きます。トップコートの中では一番粘度の高いキャンドゥのトップコートで線を引いていきます。さらに模様を描き足します。ドットペンで小さい丸を入れていきます。ボーンプリティのミラーパウダーをこすりつけます。わあ、めっちゃいい感じでつきます。キラキラメタリックな感じ。指でさらに密着させます。マスキングテープで余分なミラーパウダーを取ります。でもまあこれデザイン的に残ってても支障はないかなと思いますが、ボトルの中にミラーパウダーが混入しないように別容器に入れたノンワイプトップコートを使います。完成。他の指にもダイソーのアイボリーを2回塗ります。小指ベース&トップで塗り付け、100均の箔を貼ります。これだけでググッと和風。トップコートで仕上げます。完成。次、人差し指左側がキャンドゥのパーツで
右側のがシーンのパーツです。ハードラインジェルで塗り付け、動画撮れてなかった、パーツを配置して硬化しました。ベース&トップで尖っているところをカバーしていきます。このパーツ適当に並べたんですけど、なんか和風っぽくなってません？トップコートで仕上げます。完成。中指マットコートを塗ります。エタノールで拭いています。キャンドゥのノンワイプトップコートで絵を描いていきます。わあ、透明で何描いてんだか見えないよ。お花を描こうとしています。キャンドゥのノンワイプトップコートは結構粘性があるので垂れなくていいですね。この辺にももう一つお花を描きます。ここにももう一つお花を描きます。部分的なお花だけど、この辺の空いたところにヒューヒュークリンクリン、ここにもヒュークリンクリンクリン。ドットペンで空白にちょんちょん入れていきます。ボーンプリティのミラーパウダーをこすりつけます。お、見えた。指でこすってます。マスキングテープで余分なミラーパウダーを取ります。意外と模様のところのミラーパウダーは取れないんだな。これがノンワイプトップコートをふわっと塗ります。完成。薬指マットコート塗ります。硬化した後エタノールで拭きます。キャンドゥのプレート、キャンドゥのノンワイプトップコートでスタンプします。模様の隅々までジェルが行き渡るように何回も何回もこすります。スクレーパーはできるだけ低くしてこすっています。グレースガーデンのスタンパー、硬化は1秒。邪魔な模様を取ります。右端からローリングさせるようにスタンプ。ミラーパウダー。おお、絵柄が出てくる出てくる。楽しい。実はこの辺スタンプちょっと失敗してます。またふわっとトップコートを塗って仕上げます。完成。指
身にのせるとこんな感じです。今日はキャンドゥのノンワイプトップコートが大活躍でした。親指はこんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。